最近以前買いましたこの中国製のモバイル大容量バッテリー、そろそろ下手ってきたので何か欲しいなと思ってたところ、Amazon でセールがありまして、これなかなかいいんじゃないかというので買いました。それがこちら、スマートコビーという日本のクラウドファウンディングで作られたバッテリーです。2万 mAh 大容量ですね。ちなみにこちらが、2万5000なので、こっちの古いのと比べたらちょっと減るんですけども、何がいいかっていうと、ちっちゃくて、軽いんですよね。もう見ていただいた通りのこの大きさの違いです。実際重さもかなり違いますね。こちらのバッテリーなんですけど、普段買うと結構高くて4300円ぐらいするんですけども、Amazon のセールで2980円だったので、これはいいんじゃないかということで買った次第です。ちなみに入出力のスペックですけども、こんな感じになっています。これが箱から出した状態です。これがポーチですね。まあポーチといっても、こうちょっとクッションが少しあるような入れ物。それと本体。USB ケーブルはタイプ C ですか。がついてます。あとユーザーズマニュアル。あと保証期間が一応6ヶ月となってます。サイズですが、説明の方に書いてあった分だと、横が132ミリ。縦が68ミリ、厚さ24ミリってところですね。前持っていたこの、前というか、まあ、今もまだ使っちゃおるんですけど、こちらの古い方だと、だいたい18センチぐらい、180ミリぐらい、まあ、だいぶちっちゃくなってますよね。厚みはそうでもないんですけど、縦もだいぶちっちゃくなってますね。これは本当に持ち運びの時に助かります。次は重量を測ってみます。まず、古い方から。471、まあ 470g というとこですね。では新しいこちらの軽量バッテリーの方、 348g、 まあ説明では 350g、 こんな風に書かれてるんですけど、ちょうどぐらいだということですね。実際持ってみるとこの 130g ですか、さだいぶ違います。ただこの古い方ですけど、重さとか大きさに関しては当然負けてるわけですけど、このちょっと細かい機能が気に入ってまして、まずこのカラビナをつけるところ、こういう通すところがあると。実はこれ結構使ってまして、ここにカラビナをつけて腰からぶら下げて使うっていうやり方もよくやってました。あとまあ中国のバッテリーによくあるこの LED ですね。この LED、 まあまあいざっていう時には役立つと思うんですよ。こんな、これはあんまり使わないでしょうけど、この白いやつ、なんかちょっとした時にこういうのあると助かりますよね。まあしかもこんだけの大容量バッテリーですし、これつけっぱなしにしてもかなり持ちますから、そういう点はやっぱりこちらの古い方は便利さがあったと思います。ちなみにこちらの方は太陽光パネルがついてまして、まあこのようにちょっと光が当たっているとこれ充電してますよっていうこの光り方なんですけどね。ソーラー発電で充電はできるのはできます。でも正直これでどれだけ充電できるかと。まあ、例えばこれバッテリーからにして、外にこう太陽光を当てて夏の日で充電したとしても、とてもじゃないけど一日でも充電できないでしょうね。いや、一週間置いても無理じゃないかなっていうレベルに思います。まあ正確な数値はわかんないですけど、まああくまでもおまけっていうレベルで、太陽光の方は対してこちらと比べて、新しい方と比べてアドバンテージはないのかなと思ってます。こちらの新しい方の、バッテリーどれだけ残量があるかっていうのは横にパーセント表示が出るようですね。それから端子は、まあ、ここにある通りなんですけども、 USB の A が2つ、これ出力ポートとして A が2つで、入出力ポートとして C、 入出力なんで出すのも入れるのも OK で、入力の方がマイクロ USB っていうところですか。まあ上手に使えば最大3つの端子で同時充電ができるっていう計算になりますね。しかもこれ充電しながらっていうのは、このバッテリーを充電しながら、このバッテリーから他のスマートフォンとか機器に充電できるっていう機能を持っているので、これはいいなぁとは思いますね。
まあ、古い方も一応見せしますと、古い方はこちらタイプ A の出力が3つ、入力専用のライトニングが1つとマイクロ USB の方が1つでした。ただこのねマイクロ USB の方がこの端っこの方にあるので、だいたいマイクロ USB の先っぽにあるプラスチックの部分が当たって、よっぽど細いのやつじゃないと入らないんですよね。だからもっぱらライトニングで充電してました。まあそこら辺はちょっと気の利かない設計かなというところでしたね。では実際マイクロ USB から充電してみましょう。これを挿しました。挿すと、うん、ちゃんと挿ってなかった。あ、ちょっと点滅始まってますけど、ちょっと分かりにくいな。見えますでしょうか。あれ、一応 71% って出てるのかな。ちょっとこれは見にくいな。これは表示が、光が弱くてちょっと分かりづらいです。まあすでに 71% 入ってるようですね。あと改善してほしいところとしては、このスイッチです。まず見た目にパッと見どこにあるのか分かりにくい。それから触ってみても、その食感といいますか、ここにスイッチがあるっていうのも分かりにくい。でもって押した時の感触も全く分からないわけじゃないけども、押したっていうフィードバックが弱いので押した感が少ない。まとめ。